デジタル庁は国をまたぐデータ流通の円滑化に向けたルール作りをめぐり民間企業における課題や要望などについて協議する委員会の初会合を開きました会合には JR 東日本や三菱 UFJ 銀行住友商事などの経営陣も参加しました国際的なデータ流通をめぐっては個人情報の取り扱いなど データ保護に関する法制度や考え方が各国で異なることから企業が海外進出する際の障壁となっていますデジタル庁としては官民による意見交換を通じて企業が抱える課題を聞き新サービスの提供や製品開発に向けた支援につなげたい考えです河野デジタル大臣は 日本企業が国際競争力を確保するためにも、日本企業の意見を国際ルールに反映させることが重要だとの考えを示しました。今国境を越えたこのデータの流通というのは、あの経済の中あるいは企業経営の中で非常に重要になってきております。日本の企業をはじめとする日本のステークホルダーの皆様の 声をしっかりと我々受け止め、また皆様にもいろんな声を発信していただくことで、国際的なデータガバナンスの議論をしっかりとリードしていく。はい